今日はアクアワールド茨城県大洗水族館に家族で遊びに来た時の動画です。娘は初めての水族館になります。とその前に、近くにある市場の回転寿司でランチを食べに行きます。市場寿司というお店で10時の開店前でこんなに並んでました。お魚見る前にお魚食べる。回転寿司あれ初めてかな。初めてだね。どのお寿司もネタが大ぶりで、市場ならではのちょっと珍しいネタもあって、とても楽しいランチになりました。さあ水族館をエンジョイしていきます。しゃがんで魚を見る様子が可愛すぎます。お魚にバイバイしたの？暗いエリアでは少し不安そうにしていましたが、いろんなものを指さしてキョロキョロしてました。娘は怖がりで、着ぐるみ着た人が近寄ると怖くて泣いてしまうのですが、水槽の中でゆっくり動く生き物には次第に慣れていったようです。アシカが目の前を通るイベントに参加してみました。最後にイルカショーを見て帰りたいと思います。前から6列ぐらいは水が大量にかかるみたいです。結構離れた場所で見ているんですが、少し怖いらしいです。という感じで初めての水族館を満喫してきました。お土産屋さんでペンギンのぬいぐるみを買ってご機嫌です。水族館内をたくさん歩けたのも楽しかったみたいです。お腹が空いたので帰りの車の中でおにぎり。お腹がいっぱいになったので寝ちゃったみたいです。今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。